ベドランチョルルカは、ユーゴスラビアデルベンタ出身のサッカー選手。クロアチア代表。ポジションは、センターバック及び右サイドバック。ロシアプレミアリーグの FC ロコモティフモスクワ所属。NK ディナモザグレブの下部組織を経て、2003年に同クラブのトップチームで、プロキャリアを始めた。2007年に石金800万ポンドで、 イングランド一部のマンチェスターシティ FC と契約し、2008年8月の移籍期限最終日に、同リーグのトッテナムホットスパー FC と契約した。代表では、様々な世代別代表を経て、2006年8月に 2006FIFA ワールドカップ王者イタリアとの親善試合で、クロアチア A 代表初出場を飾り、UEFA ユーロ2008と UEFA ユーロ2012、 2014フィファワールドカップに出場した。初期、編集ユーゴスラビア社会主義連邦共和国内のボスニア・ヘルゼゴビナ社会主義共和国にあるデルベンタで生まれたチョルルカは1992年のボスニア・ヘルゼゴビナ紛争により、後にチョルルカの代理人を務めることとなるエンジニアの父ジョと裁判官のアンダ、そして兄と共にクロアチアのザグレブへ移住し 8歳の時に NK ディナもザグレブの下部組織に入団した。プロキャリアとしては2003年からの開始となるも、同シーズン中の出番は訪れなかった。しかし、翌2004から05シーズンに、同国二部 NK インテルザプレシッチへ貸し出されると、定位置をつかむことに成功し、クラブとしてもリーグ戦を2位で終え一部昇格を果たした。期限付き遺跡から復帰一期目の2005から06。 シーズンから定位置をつかみ、リーグ2連覇に貢献。また2006から07シーズンにカップ戦を制し2冠を達成した。その活躍から、イゴール・トゥドールと比較されるほどまでになっていた。マンチェスターシティ、編集、ディナムでの安定したパフォーマンスの後、2007年8月2日に、マンチェスターシティ FC と5年契約を締結。移籍金非公開だが、 クロアチアメディアによると21歳の選手に対して遺跡金800万ポンドが支払われたとしている。加入1期目はスタンフォードブリッジのチェルシー FC 戦で0-6の悪夢のような大敗を経験したが、時たま守備的 MF で起用されながら公式戦、出場38試合に出場とププレミアリーグの舞台で今までのように定位置をつかむことに成功し、 シーズンを9位で終了することに貢献。また、クラブは UEFA フェアプレイランキングにより UEFA カップ2008から09予選出場権を獲得した。翌2008から09シーズンはアストンビラ FC との開幕戦で遺跡後初得点を記録。UEFA カップ予選2回戦のデンマーク一部 FC ミルティランとの第2戦では2試合合計1から 一で引き分けた末の PK 戦で最後のキッカーを務め、見事突破に貢献した。2008年8月31日のサンダーランド AFC 戦が、地地での最後の試合となり、試合終了後に、ファンに、自身のシャツを投げ入れた。トッテナム、編集トッテナム時代のチョルルカ2008年9月1日に、移籍金550万ポンドで、 トッテナムホットスパー FC と6年契約を締結し、同じくクロアチア代表の同胞で親友のルカモドリッチと再会することとなった。定位置を掴んでいる最中に行われた10月19日のストークシティ FC 戦で同僚の GK ウレリオホメスの膝が顎の下に入り気絶した。ピッチ上で10分の治療の後、病院に運ばれたが深刻な損傷はなく大事には至らなかった。 2009年3月1日にフットボールリーグカップのマンチェスターユナイテッド FC との決勝戦で PK 戦に持ち込むも味方で決めたのは最初のキッカーであるチョルルカのみで敗北した2009年10月3日のボルトンワンダラーズ FC 戦で遺跡後初得点を記録トッテナムでは加入して2期目まで右サイドバックのレギュラーを務めていたが3期目から負傷離脱や アラン・ハットンの台頭が重なったことで徐々に控えに甘んじるようになっていき、2011年2月2日にイーウッドパークでのブラックバーンローバーズ FC 戦では、ハットンの負傷により2010年9月11日の第19節ウエストブロムビッチ・アルビオン FC 戦以来となる先発起用されフル出場を果たした。レバーゼン 編集2011から12シーズンになると、期限付き遺跡から復帰したカイルホーカーの存在から、今まで以上に出場機会が限られたものとなったため、2012年1月31日に、同シーズン終了までの期限で、バイエルレバー空前への買取オプション付きの期限付き遺跡が決定した。2月4日のバイアレーナでの VFB シュトゥットガルト戦で、 初出場を飾り先発フル出場を果たした。欧州カップ戦では唯一の出場となった UEFA チャンピオンズリーグ2011から12の FC バルセロナ戦で52分のミハルカドレツの同点弾をクロスでアシストし90分にダニーダコスタと交代でベンチに退いた。2月25日の 1FC ケルン戦でラースベンダーの先制点をアシストした。 ステファン・キースリングがハットトリックを達成した5月5日の 1FC ニュルンベルク戦がレバーーゼンでの最後の試合となった。完全移籍のオプションがあったものの、クラブの財政難が主な要因となり行使されず、トッテナムへの復帰が決定した。ロコモティフ・モスクは編集クロアチア代表でのチョルルカ2012年6月27日、かつて クロアチア代表で指導を受けたスラベン・ビリッチ監督が指揮するロシア一部の FC ロコモティフ・モスクワと遺跡金700万ユーロで3年契約を締結した。7月20日に昇格組の FC モルドビア・サランスク戦で初出場、初得点を記録した。U-21 代表を経て2006年8月16日にリボルノでの 2006FIFA ワールドカップ王者イタリアとの 新善試合でクロアチア代表初出場を飾る。後半から出場した若干20歳のチョルルカはデビュー戦ながら経験豊富なセリエ A のフォワード陣に対し安定したパフォーマンスを披露し試合後に批評家から称賛された。UEFA ユーロ2008予選中にビリッチ監督の下で全12試合に出場と中心選手となりロシアを抑え、そして イングランドを予選敗退に追い込み、首位でのグループリーグ E 突破に貢献した。その UEFA ユーロ2008では準々決勝のトルコ相手に PK 戦の末に敗退となったが、後に相手選手のアルダトゥランは、同試合でのチョルルカが今まで対戦してきた中で最も厄介な右、サイドバックだったと UEFA のインタビューで語るほどのパフォーマンスを披露した。 2009年10月8日にカタールとの親善試合で代表初得点を記録。UEFA ユーロ2012予選では、トルコとのプレイオフ第1戦で相手を圧倒し、ダリヨセルナのフリーキックから代表通算2得点目を挙げた。チームは続く、第2戦を0から0に抑え突破が決定し、UEFA ユーロ2012へ向けた最終23人の一員に選出された。 クラブ NK ディナモザグレブ FC ローコモティフモスクワ。ありがとうございます。